のお礼まだかけてないです、すいません。昨日夜頑張ろうと思ったんだけどね、すいません。くたらさん愛してます、ありがとう。私も愛してます、ありがとう。かが多分行くと思う。あ、マーボー、マーボーさん昨日昨日タワーのお礼書いたんですよ。9月分のタワーのお礼は全部書き終えてて、今してもいいですか、始まってすぐですけど。ダンファテタさんかわいい、ありがとう。香川多分行くと思う、知らんけど。いや待ってるよ、マーボーさん、タワーありがとうございます。うさぎタワーありがとうございました。また来週しましょう。9月もたくさんありがとうございました。もう本当になんか誰よりも多分コールの声が大きいと思うんですよ。なんか最近私が多分そうコール聞こえたって言うから、他のファンの人もコール聞こえたって言われるけど、なんか気にならないぐらいバカデカなんですよ絶対。知らんけど、だからマジでどこにいるか分かるんですよ席。だから大阪とかマジで あっちいるわと思ったりして、そう嬉しいです、ありがとうございます。これからもたくさんあんなって叫んでください、ありがとう。また来週香川会いましょう、香川じゃないわ、花垂れ公園で会いましょう。え、似てる気がする、似顔絵です、どうですか、似てると思う、これ似てるね、絶対的に似てるわ。ありがとうタワー、10月もよろしく。けんちゃんありがとう。ございます、けんくんありがとう。今日は見てください、ダンボールの次は全然まだまだですよ。まあ、まだしなくていいんだけど、そうしてる。夏全力駆け抜けられてよかったね、よかった、ありがとう、楽しかったよ、たくさん会いに来てくれて、移動もいっぱいありがとう。これは片付けしてたら見つけた、ハロウィン、もう10月だからもうめっちゃぴったりよ。フリーなんとかスローの練習しとこう。今日ちょっとね位置違うと思うでしょ、ちょっと前にいるの、それはダンボールのを出すため。ウェイさんありがとう。もうそんな時期よ、やばいよね。今の決まってた、フリースロー、フリー、なんてかダンボールが映らないように進めて気をつけなきゃっていうのもある。あれ、ガムテープどこ置いたっけ、あれガムテープは、え、ガムテープさ、私さ、ここでさ、使っとったじゃん、あった、普通にあったの。ちなみに、ちっちゃい段ボールは4つ、5つぐらい作ったっていう話する、偉くない、その段ボールちょっと落としたらさ、なんかさ段ボール会社バレちゃうから、段ボール会社とはのぶろさんありがとう。え、ツアー終わって一気に寒くなった、 STU のさ、やっぱライブ夏のツアーが終わったらからさ涼しくなった。え、でもじゃあちょっとさ寒すぎるかもちょっといきなり寒すぎるかも、もうちょっと段階踏んでもよかったくない、もうちょっと段階踏めたくない、もうちょっと間があったはず、なんか間なくない、辛いんだから。ね、段階踏んで欲しかったよね。手紙書いてくれてるの楽しみ、ありがとう。いつもファンの方が段ボール詰めてるの、どういうこと、何詰めてるの、
三つ目よみんな。きょうさんありがとう。ね、段階ないよね。マジ季節の変わり目がない。なくない。ね、これはこの段ボールはですね、ぬいぐるみを入れていきます。よし。クリップ。スター。これスターね、反対にしたらハテナブロックなんですよ。多分ね、本当はやる方はハテナブロックからスターになるっていうのがあるんです。これはめっちゃ可愛くない？超可愛いです。これを下に入れよう。あ、ハンズとかプレゼント。もうすぐダンボールたくさん届くからアンピにあげたい。ありがとう。手首痛くなってくる。まだそこまでやってないかも。まだそんなに。これは中にいっぱいぬいぐるみが入ってる。これはどれって感じよね。ほら超可愛くない？これなんかマリオのエリア行ってお土産見てたらスターも入ってるんですけど、そうお姉さんにマリオコーデしてた日にマリオが好きなんですかって言われて、スーパーマリオ好きなんですかって言われて、めっちゃ好きですって言ったら、これ中身知ってますかって言われて、持ってるんですよって言ったら、すごいって言われて、本当に好きなんですねって言われて嬉しかったんですよ。かまっちゃんありがとう。あら、ちょうど鍛えた。そしてクッパ、いい感じじゃない？ちょうどフィットフィットしてます。マリオ、ルイージ持ってないでしょ。フィットしてる。ピーチ姫持ってないでしょ。なんかさ、でもカチューシャどうしようかな。カチューシャまだ入れないのかな。行くかもしれないじゃん、ミニパン入れば行くかもしれないじゃん、これ食べて。どうしよう。大麻いいや。あ、チーカー、おっきいチーカー、これ、ユイニャンにもらったおっきいチーカー。ウィザリーさんありがとう。カマちゃんありがとう、ありがとう。チョリさんありがとう。あ、もう入んないんだけど、ぬいぐるみ、ぬいぐるみもう入んないや。そんなことある？そんな大きいカバンなのに。ピチューじゃないわ、なんだっけ、ミミッキュか。カストルさんいいね、ありがとう。入れたかったけど入るかな。あ、入んなかった。締め切らないと。早くない？締め切るの。もう締め切り。でもなんか入るんだよな、入れたいな。あ、これは今何も入ってないんですけど。しおりんさんありがとう。インディボイさんありがとう。チーカーシールここに入れよう。ハリーポッターのクリアファイルに入れよう。生まれて初めて。ヨシオありがとう。ヒデタさんありがとう。薬師丸さんありがとう。私物が多すぎて本当に良くないですよ。ソファーの下に物置いてるんでしょ。本当に良くないよね。分かってるよ、分かってるけど、分かってるけどさ、だってさ本当にさ置く場所ないんだよ。困ってる、困ってたの。
ハーマイオニーの。あ、最近さ、ハリーポッターで最後にダンブルドアを演じてた方が亡くなられたみたいで、たくさんの感動ありがとうございましたよね。マジでハリーポッター行きたい、エリア行きたい、ハリーポッター行きたい。机に頭ぶつけちゃった。片付けしました。早って自分すぐ言ってね、どうすんだろうね。くしまるさんありがとう、よしおんさんありがとう、ひなさん結婚してありがとう、竹松さんなるほどありがとう、あっきーさんありがとう、ゆうきさんありがとう。ぬいぐるみ多いんですよ。ソファーの下隙間小さすぎん？いや割とあるやつなんですよ。収納場所もクロードみたいに拡張できたらいいね。確かにそれな、断捨離上手くなりたい、わかる、超わかる。これさ、ファンの方にいただいたんよね。使いたいけどさ、どこに使うかさ迷ってる。めっちゃ可愛いのに。エンシングさんハートありがとう。断捨離頑張ろうと思ってるけどね、頑張れない。バンちゃんありがとう、西国くんありがとう、ただの DD さんありがとう、グルージさん結婚してありがとう。かわいいのに、岡山のやつかな、かわいいのにね、どこに使ったらいいか分かんなくて。今日の髪の上クロミちゃんです。アンピに感謝しても、あ違うかった、読まないやつだった。うどんのどこに使うか迷ってるやつ、迷ってるの。かわいい、イヌラー派使いたいもん。スマホをさ、私さ勝手にさ iPhone15 にする予定だから、勝手にね勝手にする予定だから、なんかスマホケース買うのもったいないなと思って買ってないんですよ今。買ったらちょっとね変えて、スマホリングも新しいのしたい。したいですよね。トゥ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 。なんで今日この曲頭から流れるんやろ、ようわからん。あ、これ占いの館に行った時のやつだ。あ、危ない、やっぱよかった。引っ越しは10月8から11月7のうちにすればいいって言われたんよ。そうよ、あよかったとか言っちゃった、どうしようどうしようどうしよう。どうしよう。リングお気に入りで5年変えてない、あそうなの、持ちいいね。今編集点作ったから行って大丈夫なんて、何のこと言われてるか分かんないや、ごめんね。編集点作ってるから今パチンで、ごめんね。そうそうそう、カットされたから今ごめんね。何のこと言われてるかちょっと分かんなかった今。でもね、ポケモンのねカード全然開けてないから開けたいなって思ってます。
今日はその配信しようかな。これ、すくうやつ。本当はこれ水入れてやるやつかな。おおおお、いい感じ、いい感じなんかな。違う。あ、来た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 。クラス全員連れて行くの？連れて行かないでどこに行くと思ってんの？いちごさんありがとう。あ、またこぼしちゃった。釣るの得意だよ。これ本当は違うかったわ。こうか、こうだったわ。こうで釣るみたい。これ3つも持ってる感じ。こっちも。トゥド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 ゥ。よし、今度クスちゃんと釣れた。3人で遊べるよ。祭りのヨーヨー釣り。でも1個は取ってたかな。あ、また落としちゃった。何回落とすねん。あ、ありがとうモデナさん、クアピーさん、猫ちゃんありがとう。これ何入れてたっけ。あー、これか。これ遊びに行こうかな。ミライドン、ミニバル、ピカチュウ、マスターニャ、トライドン、ポケモンのやつ。これ遊びに行ける、遊びに行ってみようかな。でもね、ちょっと一緒に行く人がいないです。さすがに遊びに行く。これちょっといつ遊びに行くかもしれないからしまわないでおこう。これ配信でするって言いながら全然してないよ。メルカリでいい値段で出てるよね。何が何が何がいい値段で出てるの。何入ってたっけ。こうやってやるのやらないのかな。惜しい。あ、ちょっともうちょっとこっちかな。こうこうだからもうちょっとこうか。うん、ストレス溜まりました今ので。私のストレス報告です。あ、これに入れよ。クラスのポーチに全部マットのやつは入れよ。あ、入らなかったみたい。入ります、入らなかったのでやっぱやめます。いや、クラスメッカーだよ。いや、ポーチいっぱいじゃない、これが入らないから。これが入らなかったよね。よいしょ。
あれもうないの？あった。これ。ちゃんとねバチもついてますよ。ピカチュウ様ですからね。これは何？あ、それもか。あ、ホゲータが落ちてるよ。ホゲータ様、ここには浮き輪のやつ入れてます。これ実は2個持ってるんですよ。うちは岡っぴさん、なるほど、ありがとう。ソロ活動はできない私。ソロ活動できたら、できるほどね、あれだったらいいんですけど。ジブリ展、ジブリ展。私これ何枚か持ってるんですけど、これスマホに入れてます。裏は書いてないけど、裏はね、こう、もし緊急連絡先なの、ちゃんと書こうかなって思ってる。いっぱい持ってるんだ、これ予備でいっぱい持ってる。あ、皆さん届きましたか？皆さんちゃんと届きましたかね。これプレートライト、そしてこれがアクスタです。これが過剰待ち、これがクリームソーダ制服で、これがドゥルルルルルルで、これが夏好き、これ花だれ、これフラワー衣装のピンクです。会社にも飾れるってメモで書かれてる。会社にも飾れます。届きましたか？私も全部家にあるので、あ、ちょっと出してちょっと飾りたいなと。写真撮りますね。この帽子片付けるか迷う。だってさ、これでもしさ、ユニバ行くとかなったらさ、行かないか、もう行かないかな。これでユニバ行くは行かないかな。カチューシャ、カチューシャギリまで置いとく。いや、マリオの帽子はちょっとまだいいや。多分ね、使わないんですよ。あ、家族と行くときに使うかな。いや、使わんか。ハリポタの杖ね、意外に使わんない。そんな近いうちに行く。いや、10月いっぱい行きたいから行くに決まってんでしょ。卒業までに行きたいもん、3回ぐらい。え、超ユニバじゃない。え、ユニバすぎない。ビデバビデブー。いきなりディズニー。10月5回行けたら私仕事なさすぎん。これはね、片付けていいような気がする。迷うな。どう思う？いや、置いとこ、ここに。ここに一応ユニバのやつを置くところにエリアにしよう。え、ここ何もなくなった。そして何もなくなった。でもここもね、わあ、やめてくれ。よし、
むずむずした。ほこりが舞ったのかな。マリーポッター誰。モグリありがとう。鼻むずむずす。え、余命10年あるの、金曜ロードショー。それは激アツですね。激アツだわ。最高。私今日夜、絶対今日夜したいことがあって、言っていいですか。すずめの戸締まり絶対見るから、今日夜超楽しみ。私そう、昨日の夜見ようと思ったけど、昨日の夜は普通にちょっと今最近ハマってるものがあって、それをめっちゃ見てて、それに夢中になってて。え、何これ。あ、こうか。まだ入るな、入れたいな。まだ入るぞ、まだ入るぞ、まだ入るんだか。あ、テリサ入れようかな。あ、テリサは入んな。あ、てかさ、マジでさ、10月入ってからいきなりさ、加湿というかさ、あれが減った、なんていうの、湿度がめっちゃ下がった。ウィンディーボーイさんありがとう。昨日寝れた。ゆっちゃんありがとう。いいんだよね、小松菜さん推しです。ラピさんかわいい、ありがとう。カバマッターと不思議な帽子、カバマッター、あのゼリー入れようかな。私が大好きすぎて飾ってるゼリーがいるんですけど、そのゼリーもこの中に入れようか迷ってる。まだかあんたの前、まだ入れたくないっていう葛藤もあって、な、謎葛藤です。クソ、ありがとう。クタヤさん似合う、ありがとう。いい感じに形変わって、ゆなちゃん読めそう。うん、全然全然。見る、見てほしいよ今この状況。うん、みんなが想像してる場合だからと思ってさ、みんなの想像してるよりもさ、想像がさ、はるかにさ、想像されてたらさ、嫌なので、そこまででもないけどとは言っとこう一応。なんかめちゃくちゃ想像されても嫌だからね。めちゃくちゃ汚いの想像されてるかも、もしかすると今。さすがにそこまでは言ってないよと言っとこう。チーカーさんたちのシールここに入れようかな。持ってくるわ、待ってて。チーカーのシールとかもね、一旦持って帰ったはいたんだけど、持って帰ってないところもあった。ここのコーナーも。いた、マイキューさんにあげようと思ってたモモンがいた。やっと見つけた。ずっとどこ行ったんだろうと思ってたら、あったわ、ここに入れてた。これですね、自分ツッコミクマの入れるやつなんですけど、これにいっぱいチーカーが入ってます。これはあのなんかチョコとかの型作れるやつ。これでチョコ作りたいので、まだ片付けません。あとこれ、ふりかけ、チーカーふりかけ、このまま残してます。あ、ティッシュが入ってる。チーズパン、コナン君も混ざってた。なんか袋に入れたい。ちょうどいい袋があるじゃないか。アスパイスさん、ハートありがとう。パンダさん、トゥトゥルトゥ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 ドゥドゥドゥルドゥドゥドゥルドゥドゥルドゥ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 
あとこれね、たくさんいただいたの。あら、中指に入れちゃった。中指じゃなかった、薬指、薬指に入れちゃった。シール貼り、バッサイ。これはもう一個種類あるんですよ。もう一個は私はあれに入れました。あれにつけてます、メイクポーチにつけてます。トゥトゥルトゥン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 トゥトゥルトゥトゥルトゥトゥトゥル。見て、すっきりしました。これは化粧水、敏感肌さん。めっちゃ濡れた。スプレータイプの化粧水なので、これはお話し会とかの、オンラインお話し会の時にいつも持ってた。っていうのもオンラインお話し会の会場めっちゃ、なんかわかんないけどめっちゃね乾燥してるんですよ。超乾燥してて、で毎回やばい、めっちゃ乾燥でもう顔無理かもどういう時にやってました。でも化粧水だけは本当はいけないので、あんまりよろしくはないらしいけど、でも乾燥するよりかはマシだなと思ってやります。でこれがクリームですね。鼻かゆい、なるほど、ありがとうしおりんさん。なんか回らない、普通の会場の時もありますよ。めっちゃいつもやってるみんなとお話し会やる時とかじゃない場所でやるから、めっちゃ広いわけじゃないかも。おすすめの香水、わかんない、こんな匂いです。分かったかな、どうしよう。これ、いやこれも入れたらいいのか。ちょっと早くない、これ入れるの。これなくなったら寂しいやんなこういうとこだよね、そういうとこ良くない。入れよう、これは。そうですね、これももう入れちゃえばいい。いい香りだねって言ってくれた人ありがとう、優しい、ありがとう。一番好きな秋の味覚は、栗、栗栗栗栗。そろそろもう閉めた方がいいかな。でもあそこの隙間が気になるからな。タラット占いはまだするだろうしな。いた、入れていいやついたわ。みんな待ってて、あ、豆乳戻ってこよう。今3体ぬいぐるみが、クワッス以外のぬいぐるみはもう3体になってて、それがこいつらと大きい自分つくみ。これはね、見てほしい。こんにちは、みんな、こんにちは、こんにちは、ビビビビじゃないよ、違うよ。こんにちは、ありがとう。え、待って、マックの店員かと思った。これちょっとマックの店員じゃない、ちょっとここの角度、これマックの店員だわ。マックの店員になってた。
あ、これあんのつけてんじゃん。あんのいら、あ、まああんのはつけとこう。スマイルください。カチン。あー、ちょっと頭潰しちゃうな。頭潰しちゃう。これじゃ頭潰しちゃう。ごめんね、自分ツッコミクマ。よし。ピリリピリリ。クレンバサランさん、ありがとうありがとう。袋じゃない、一箱できました。最近マック行ってないから行きたいな。いや、マック行ってない、嘘かな。意外と行ってるからな、マックって。なんか気づいたら。でもね、本当に行ってないと思う。最後に行ったマックはシャラピと行ったマックかな、7月かな。月見食べてない。あ、豆乳取ってきた。豆乳を飲みたいと思います。今日はこれ、チキンバーガー食べた。うん、いいですね。この現象、ここのあの海老のやつ、海老食べれないんですよ。食べれなくはないけど、この前ないけど。ということで、今から、今からじゃないですよ、私今からじゃないですよ。段ボールを先にさ、ここに置いたままするのやめよう。やめようって言ったじゃん、言ったじゃん。これ反射で私に言ってる、このカメラの反射で私に向かって言ってる。やめようって言ったじゃん。そのまま段ボールここに置いて、はい次っていうやるのをやめようよって言ったよね。ちゃんと終わって、ちゃんと段ボールはまず集めているところに置いて次進まないとダメだよね。ね、はい、よしよし。これで靴を、この子入らなかった。この子は歴代でもね、一番ぐらいのぬいぐるみなんですよ。私のお気に入りです。だから自分ツッコミクマとチーカーとかのぬいぐるみは全部持って帰ってるんですよ。でもお気に入りな、さっきのやつとこの子と、もう一体大きいやつはお気に入りすぎてまだ置いてたんですよ。けどとうとう片付ける時が来たと思って寂しいですね。この子といつも、あの、一人暮らしじゃないけど二人暮らしかな。だからもう広島住み始めてすぐぐらいにこの子買ったのかな。だからこの子と一緒に寝てたんですよ。そう、この子を枕元に置いたりとかして、そう、なんか、そう、たの、なんかね、そう、寂しさをね紛らわせてたので、そう、この子は思い出の子なんでね、寂しいですね、ダンボールに寝るのは。食べねー、人生共に歩んだよ。私はずっとちっちゃい頃から、小学校の頃からずっと一緒だったぬいぐるみ、チョコちゃんっていう、チョコちゃんっていうぬいぐるみがいるんですよ。茶色いクマぬいぐるみ。その子はもう実家に帰ったんですよ、ずいぶん前に。だからもうこの子が子さんなんだったんですよ。そう、世代交代っていうやつですね。どこに置こう。廊下が潰れちゃう、このままじゃ。段ボール重ねます。あ、ちょっとこれ何とか書いてた方がいいよな。なんだろうこれ、私ね、ガラクタかそうかっていうので書く。あ、待って、書く欄あったわ、どこだっけ。よくか、すぐ必要じゃない
リオと、で大きいやつに入れたんですよ。元気にしてた？会えなかった分、今私が、あ、今からちょっと化粧水振ってしまったので、なんか嫌な気持ちになったので自分でやっといて化粧水をつける時間にしたいと思います。私の毎日のケアの紹介をしたいと思います。ずっとしてるけど、こんばんは。豆乳を投入、はい、使うのは、ナチュラルピュアコットン、天然コットン 100% でお肌に優しく、上質で滑らかな肌触り、毛並み、毛肌たちにつくく柔らかな使い心地のコットンを使っていきたいと思います。予定さえ合えば、久々来れたけど活動最終日が決まったんだね。これ行きたいな。ああ、そうなんですよ。予定が合えば会いに来てね。ありがとう。じゃあ今日みんなが今日会った出来事で思い出に残ってることを教えてください。思い出ではないけど、なんか思い出して、あ、今日こういうことしたわとか、今日ちょっとイレギュラーのことがあったりしたら教えてください。ハートありがとう。腕に巻きたやつ、ヘビですか、ってこと。公園に行って毎回確認する。ありがとう。私今日100均行ったんです。100均行ったら、入った瞬間ですよ、入った瞬間独り言が流れたんですよ。だから待ち伏せされてたと思って、私なんかさ、認定、顔認定でさ、STU の子が来たらさ、STU の曲流すみたいな。私さ、しかも独り言ってあんま流れないじゃん、ガチだと思うの。私も前入った時もまだ独り言流れたの。前行った時も独り言流れて、はぁーと思ったの。10月末で公演あるのかな、わかんないな。たこ焼き買った、いいな。今日後期始まった、そうだよね涙出ちゃうね。こんばんは。生まれて初めてバスケの試合、雨が降ってたら流れる音楽みたいに。あ、そうなの。雨降ってなかったよ。独り言珍しいよね。 SD メンバーで来たら絶対独り言鳴らすんじゃない。しかも今の季節に花だれって絶対狙ってるよね。篠原くん、ありがとう。 あと今日皮膚科に行ったじゃない、行ったんですよ私。で、いつもなんかね、粉のビタミン飲んでるんですけど、そのビタミンの中に、ビタミンというか、なんかこういう感じで、あの薬もらうじゃないですか、あの粉タイプなんですよ。で中に錠剤も入ってたりするんです。その錠剤の1個消えたんですよ。なんかいい調子がいいからいらないねって言われて、すごく良くなったからいらないと思う、よかった、おめで、なんかそう、今すごいいい調子だからいらないと思うって言われて、とうとう一個薬を消さされました。で、おーやった
やったって思って、そう、その後薬局行くじゃないですか。じゃあ、あの薬が変わったんですけど調子、あの変わるんですけど調子がいいからですかねみたいな、なんかそれっぽいこと言われたので、あ、やったと思って、調子いいんだと思って嬉しかったです。嬉しかった、よかったらしい。でもその薬局、薬局じゃない、その薬にもさ行くのがさあと2回ぐらい、1回かな2回かなしか行けないんですよ。だからマジで広島通いたい、ヒューカ通いたい、そこのヒューカ好きすぎて通いたいです。紹介はしないんですけど、しかもねメンバーに会ったんですよ。えっと思って、なんかお支払いしてるメンバーいて、なんか知ってるかもと思って、後ろ姿からわかるんですよと思ったらメンバーだった。そう、こんな同じ時間に同じ曜日に行くことあると思ってびっくりしたよね。感動した、へーみたいな。広島ジャケで、広島ジャケで会えることなくない？そうタイミングまで合ってるってさ、そう広島ジャケの問題じゃないよね。本通りならまだしも、本通りで遭遇するならまだしもね、なんかレア度高めだよね。握手してください。あ、まだコロナ禍で握手 STU してないから握手してくださいって言えなかった玉三郎さんありがとう。本通りとかはねなんかあっても、でも昨日ファンの人に会ったんですよ。昨日帰ってたらバス待ってるファンの人がいて、バス持ってるファン、バス普通に多分会社終わりでバス待って、でなんか見たことあると思って、普段メガネかけてる方なんですけどメガネかけてなくてちょっと分かんなくて、でもなんか見たことあると思って、私あれ見たことあるなって思いながらこうずっと斜めで見てたんですよ。あ、バス、私はバスじゃなくて一人でこう待ってて、私とユイニャンがこう歩いてて、じゃああっちもずっと見られてるってことに気づいて目があってみたいな顔になって、え、やっぱそうだよなと思って手振った、お辞儀した、お疲れ様ですって言いましたあっちに聞こえてるか分かんないけどお疲れ様ですってとっさに言って、後からユイニャンにお疲れ様ですってって言われた。シルエットでわかる。夢タウンに行くと大体会社の誰かに会う、あるある。あー、香川あるあるじゃないですか。土日にイオン、綾川イオンとか行くと絶対会う。綾川イオンマジ誰かいる。なんか私が中学校の時とか小学校の時って LINE のタイムラインが流行ってた時期なんですよ。今流行ってるのか知らないですけど LINE のタイムラインが流行ってる時期で、今どこどこにいる人笑顔スタンプ、いない人泣きスタンプみたいなのがあったんですよ。そういうのとかで綾川イオンめっちゃ出てた。綾川イオンいる人みたいなねあったあった、懐かしい。ミカありがとう。わかるんだ。 50m 先でも使ったことない。今は使わなくない。トイザラス行かないからな。土日のイオンめっちゃ混んでるよね。それな、懐かしい。それな、使っとったよね夏ね。マジやっとった、言っとったよね。とかなんかブログみたいに書いてた。私もなんかもう黒歴史、今は消してるしないけど書いてたもん。なんか書いてたもん。なんかユニバに行ったみたいなとか写真載せてユニバ行ったって書いてたし、ディズニーとかも書いてた。でもマジ中学校の時かな。フラフラ最近行った。目当て気まずかったね。ショッピングモール駐車場大渋滞だから土日行かない。確かに車でまず迷うよね。え、
どこ空いてるみたいな、空いてなくないみたいな、ここえこの人出るみたいな、いるよね、なんかさ意地悪、なんかたまたまなんか知らんけど、なんか出そうで出ない人、マジでよくないよね。あった、どういうこと、赤い思い出出てきた、あ LINE のタイムラインに、タイムラインに一言みたいな文があった。そう、私が中学校ぐらいとか小学校、中学校かはタイムラインだったね、 LINE のとツイッターだった。うん、わかる。悲しい、充電できてなかった、悲しすぎる、悲しい悲しい、 20% って出ちゃった、悲しい、なんか外れてたみたい。ヒューカ変えたくないわ。西久井さんありがとう、あと絶対私充電しながらやるかな。なんかね、充電しながら使うのあんま良くないって言うけどさ、いやなんかもうそんなこと考えられないよね。配信ってすぐ減るからね。よし、うまっ。高松では電車の本数が少ないのでかなり穴開かなきゃなりません。私言っていいですか、電車の本数少ないって思ってなかったんですよ。だ香川に住んでた時はマリンライナーが1日に2本とかだから、今ねこれすぐ充電できるやつ、チーカーさんの、チーカーさんのでね充電してもらう、すぐ充電してもらう、ありがとう。そう思ってなくて、高松とかから出るやつとか高松に行くやつとか多いなと思ってたんですよ。丸亀に行くやつとか多いなと思ってたんですけど、少ないよね今思うと。1時間に30本、え、それさすごくない？電車のさあれタイムスケジュール、タイムスケジュールっていうのなんていうの、電車だと組むのすごくない？だってさいろんな線がさ、いろんな線があってさ、それがさ円滑に今回っとるやん、すごくない？すごいよね考えた人、あダイヤマジですごい。しかもさこう遮断機、遮断機っていうのかな、とか信号とかあるじゃないですか電車も、マジですごくない？確かに都会一つ遅れると連射しちゃうよね、それはそう、確かに精密だよねめっちゃ、マジですごい。名古屋の朝人多いん？そう、なんかさその初めて東京でなんか電車で移動するとかの時に、なんか東京いっぱいあるから、なんか どの線に乗ればいいかとか、どれ行きに乗ればいいかだけ知ればいいんよってママに言われたんよけど、えでもさ時間見とった方がよくないみたいな思っとったけど、その時間見んでもう全然大丈夫じゃないですか。そう何時に着いてっていうのとかもなんで、すごいね。高橋一回聞きたい、スズムシさん行ってほしい、私も行きたい、一回しか行ったことないんですよ、一回以上行ってる方いるじゃないですか。あそうこれ配信やりたい、最近香川のなんかメニューとかが載ってるやつが届いてたんですよ。よいしょ。ダーターさんありがとう。こちらナイスタン香川のやつですね。秋の特別号だって、秋の推しランチ。秋の推しランチ素敵。高松でいいのがあったら紹介するね。塩の絵、これ美味しそう。
全国チェーンだった。仕事終わりました、お疲れ。カヌレのワルツだって。9月30日10月1日、終わってるじゃないか。カヌレ、カヌレ好き。塩の上温泉行ったことない、行ったことない。ファンの人がね、紹介言ってくれたことある、いいよって。私ベーグルめっちゃ好きなんですよ。坂出市、ハローズわかるよ。坂出市のハローズ私坂出市出身じゃないですよなんかめっちゃ坂出市と思われてるんですよ私、そう、高松じゃないって言い出したら坂出市って思われてて、そう違うよ。ベーグルのお店がオープンしたんだって。ベーグルめっちゃ好きなんだよね。ベーグル、あー、今回は瀬戸内の島旅がメインらしい。高松市のやつないのかな。クルーズめっちゃいい。クルージング、いいね。あ、10万だった俺も昔お宅にアンナ坂出って聞かされてたマジ坂出じゃないって言っとって。坂出じゃないんですよ私。まあなんか坂出は縁がありますけど、坂出は縁ありますよ、縁はありますけど住んではないです。南紀さんありがとう、博士と奈乃ちゃんありがとう。坂出にバレエスタジオもあったからね。昔よく行ってしだけど、なくなってしまったお店ある？家の、あやめた、やめたやめた、危ない危ない家の隣の話をしようとしちゃった、危ね、マジで危ない。やめてよそういう発言を見出そうとするの、本当に良くないよ。そうやってさ私の発言引き出そうとして個人情報を抜き取ろうとしないでよしないでよ。あ、シャッター商店街ランキングに坂出あったよね。私あそこめっちゃ通ってたんだが、それな、家の隣にあれがあった話は昔知ってたよな。あれって何ですか言ってたならいいのか。ありの、海ほたるショーだって、すげえ。これは1人8000円だって、いいじゃん。たくまから丸亀発で、あーもう開催日時過ぎてんじゃんこれ。あ、10月ある、10月のやつは瀬戸大橋を海で巡ろう、4000円だよ。しかも丸亀港から行って、広島行って、ルートが丸亀港、瀬戸大橋の下、本島、広島、丸亀港だって。広島で降りちゃいかんのかなこれ。すごーい。巡りたい。1時間30分で行けるんやって。10月28か。10月28はちょっと微妙だな。アイス関係のあれじゃなかった？あー、それは違う話よ。ガチの、それはね、家の近所、家の隣の話よそれはな、アイス関係じゃないですね。かき氷でしょ。トゥ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 、丸亀はバレエ教室で通ってました。そうそう、それはほんまどれ、全部ほんま、全部ほんまです。そう、それはほんま、それもほんま。あのバレエスタジオが2つ4つぐらいあったんですよ。4つぐらいあって、坂出にもあった。これは丸亀市だ。あ、高松、あ、でもな、気にならない、気にならないとか言っちゃった、どうしよう。今のはカットしてもらおう。そう、バレエのスタジオはいっぱいあった、いろんな点にあった。高松もあったけどなくなった。
観音寺と、あ、これ言って大丈夫なのかな今思った、もう、まあ、でも言っちゃったからいいか。観音寺と鮎川町にもあった。これ美味しそう。七八淡麗堂、香川の食材を最大限に引き出した珠玉の一杯、オリーブ地鶏のガラから取ったコクと旨味が広まったスープが自慢のラーメン、美味しそう。高松市塩上町、どこ塩上町って、これはちょっと印、ラーメン気になるラーメン好きな人が反応してる。 Thank you。西？私？なんでさ、私の住んでるとこをさ、なんか特定しようとするの？やめて。やめて。私の住んでるとこ知ったって何にもならないからやめて。22完成度、さぬき梅を使ったもっちりクレープ。美味しそう。これも高松市。あ、同じ？同じ店舗だ。なんかラーメン食べた後にクレープ食べれる。しかも香川の、そう、小麦を使ったやつ、クレープ食べれる。すごい、香川のやつ、香川のやつ。高松、ほ、お、尾道ラーメンができてるよ。尾道ラーメン行けば。カシャーにわざわざ言って、おかかごはんさんありがとう、こんばんは。トゥ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 、そうだよ、もう大体分かってるんだからって。こんなコメント来たら怖い。私の住んでるところ、いや、もう私の住んでるところ知ってる人は私の家の近所の人なんじゃない、もはや。11月18日からのはニューレオマワールド謎解きイベントがあるんだって。へー。12月2日インフルエンサーフォトワークショップ&丸亀城ロゲイニング、SNS ので人気のフォトインフルエンサーを招きし、スマートフォンや一眼レフを使った写真の撮り方を知ってもらうワークショップ。そんなあるんじゃ。参加費無料だって。みんな行けば壁っぽうまくなるかも。これ、電車で、すげえ。香川ってラーメン屋さん少ないイメージ。あ、そうなのかな、そうなのかな。アンナ来るなら行く。このイベント、悩み。私カメラやらないかな普段。ヤシマだって、旬の野菜かけるアート。何、え、どこに書いたお店の名前。あ、ティアムテーブルさん、ヤシマにお店。あ、新しくできたお店じゃなかった。でもさ、コンタクトしてんのってぐらいバリに見えないんだけど、コンタクトしてんのに。え、してるよね私。してない。え、してるわ。してるのに全く見えない。なんでだろう。なんかランチが美味しい場所を今回は紹介してくれてる。すごい、季節のクリームソーダ、タイムチーズケーキとか、マジですごい。なんか不思議の国のアリスに出てくるやつみたい。すごい。これ八島行く方はぜひここもおすすめ。コンタクトしてたら怖いやろ。え、あのコンタクト今日してたよみたいな。え、見てるみたいな。え、見てるってなるね。トゥ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 。八島って境で、高松じゃない、高松市じゃないですかね。いい場所探してるの。みんなが14日15日行ける場所。なんか丸亀多い気がする。ああ、私お寿司食べれない。私食べる前提なのおかしい。
男性が好きそうなのはやっぱラーメンだよね。え、すごい。どういうこと？アイドルなんかじゃなければ甘いものもあるよ。ごめんね、キュッキュ鳴らして。苦手だよね。ただ移動するの大変よね。高松とかならまだしも難しいよね。沢木さん結婚してありがとう。おすすめの場所、ウェリントンハンバーグ最高。そう、境で、そう、ウェリントンマジで行ってほしい。行くの大変だけど、電車で行った人は。そう、あれから残業ですので、頑張って、応援してます、頑張れ。高松が一番都会だよ、それはもちろん。